株式会社の流通・小売業者様を対象にした物流業務部門として設立された企業であり、お取引を通じて常にその課題に取り組み、お客様にサービスを提供し続けてきました。景品配送のサービスであるロジスケットは、40年にわたる物流センター運営のノウハウを駆使し、お客様の物流戦略や課題に対し、さまざまなご要望に応じて最適な物流業務を提供する物流の助っ人たるサービスとなっています。景品配送では国内各拠点においてロジスケットサービスを展開し、物流業務を通じてお客様に満足、親切、感動、信頼、感謝をお届けしています。1階で商品を受けた後、各フロアの保管エリアに運ばれていき、そこで棚入れをしていきます。出荷指示に基づいてピッキングを行い、2台のソーターで仕分けを行っていきます。仕分けされた商品は包装場で包装して、ソーターで目視することなく各配送会社に引き渡されていきます。1日平均の物量は入荷が約5万7000点、出荷は5万3000点となっています。その日の作業に応じて人数は250人から300名程度で作業を行っております。仕分けの機械を入れたことによりまして、ピッキングの人数を12人バッチから3000人バッチにすることができました。それでピッキングの効率化が上がり、作業人数を減らすことができました。格上げという作業に関しては、お客様から返品されてきた商品を検品して良品かどうか判断する作業になります。で、良品と判断されたものに関しては、お客様から再度注文が入れば円滑に出荷できるようにするための作業になります。改善に関しては、検品内容の見直しを行って整理をし、ポイントを抑えて検品できるような作業を見直すことで改善を図りました。最終的にはお客様への提供するサービスを向上することにつなげることができました。年々商品の種類が多くなってきておりますので、いかにピッキングの効率を上げるかということが課題になっています。